皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科、今回は唾液の働きについて説明します、ね、私たちは自分で栄養分を作ることができないので、物を食べてそれをエネルギーにして活動しています。でも食べたものそのままの大きさでは体の中に吸収することができないので、食べ物を体内に取り込めるくらい小さい形にします。この体内に取り込めるくらい小さい形にすること、これを消化と言います、ね、消化と言います。まず最初、食べ物は口に入りますよね。口の中でまず1回目の消化が始まります。それをしてくれるのが唾液です。では唾液が実際にどのように働いているのか、ね、実験の様子を説明しながら、見ていきましょう。まずでんぷんと唾液が入った試験管を1つ作ります。もう1つはでんぷんと水が入った試験管を作ります。そしてでんぷんと唾液が入った試験管の中身を A、B という2つの試験管に分けます。同じようにでんぷんと水が入った、この中身を C と D と2つに分けます。そしてこれを約40°C のお湯に10分間つけておきます。なぜこの40°C のお湯、ぬるま湯ですね、つけておくかというと、この消化というのは私たちの体の中で起きていることですよね。ですから実験も体温これに近い温度で実験するわけです。では実験1と2、2つあるので、まず1から説明していきます。でんぷんと唾液が入った A という試験管とでんぷんと水が入った C、 この2つの試験管に要素溶液を入れます。要素溶液というのはこれでんぷんに反応すると青紫色になりましたね。でこの要素溶液を入れて反応したもの、ね、A と C どちらかというと、反応したのは、ね、要素溶液に反応したのは C でした。C というのはでんぷんと水を入れたものですね。このでんぷんと水の C、 ここにはまだでんぷんが残っていました。そして反応しなかったのは A の試験管です。 A はでんぷんと唾液が入っています。この A の中にはもう反応しなかったということは、でんぷんが残っていなかったということなんですね。では2つ目の実験に移りましょう。丸2ではでんぷんと唾液の B、 そしてでんぷんと水の D という試験管を使います。そしてこれにはベネディクト溶液を入れてこれ加熱します。ベネディクト溶液は加熱しないと、反応しないんですね。そしてこの加熱するとき、試験管の中に急に沸騰しないように沸騰石を入れておきます。この沸騰石の部分もテストによく出るので覚えておきましょう、ね、急に沸騰すると試験管が壊れちゃう、ね、割れちゃう可能性があるんですね。
ですから沸騰石を入れておきます。でベネジクト溶液というのはこれは糖に反応すると石灰色の沈殿ができます。 B と D でこのベネジクト溶液で石灰色の沈殿ができた反応が起きたのはこれ B の方だったんですね。 B はもともとでんぷんと唾液だったのが40度 C のお湯に10分つけておいたらもうでんぷんがなくて糖があった、でんぷんが糖に変わったんですね。そして反応しなかったのは D の試験管ということになります。 D は糖はできていなかった、でんぷんがそのまま残っていたということがこの2つの実験から分かったわけです。ですからこの分かったことをまとめると唾液はでんぷんこれを糖に変える、そういう働きがある、こういうことが分かったわけです、ね、A はでんぷんがないので溶性液に反応しなかった、ね、だけど同じでんぷんと唾液を入れた B の方はベネジクト溶液に反応した、糖があった、ね、つまりでんぷんが糖に変わった、こういうことが実験から分かったわけです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。